乃木坂46の遠藤さくらが4日、東京、国立代々木競技場第一体育館にて開催された日本最大級のファッション&音楽イベント、楽天ガールズアワード2023スプリングサマー以下、ガールズアワードに出演した。遠藤さくら、花柄ワンピースで登場。遠藤は、白地に赤やオレンジ色の花がプリントされたキュートなワンピースを着こなし登場。スカートをなびかせて歩き、ランウェイトップでは投げキッスを披露し、会場を沸かせた。ガールズアワード 2023SS、テーマは、ハッピーシャワー。今回のイベントテーマは、ハッピーシャワー。今年の春こそ、みんな思いっきり楽しんでほしい、嬉しい、楽しい、幸せ、などのキラキラした感情、瞬間がシャワーのように降り注ぐよう、ガールズアワードが最高にハッピーなステージをお届けする、という思いが込められている。バル、出演者には、藤田ニコル、みちょぱ、山本舞から豪華モデルが集結。橋本環奈、今田美桜、西畑大吾、なにわ男子、らがゲストとしてスペシャルステージに登場するほか、乃木坂46、桜坂46、20、イニ、INI、などがライブパフォーマンスで盛り上げる。MC は山里亮太、南海キャンディーズ、&森かすみ。森はフリー転身後初の大型ファッションイベント MC の抜擢となった。